長野県松本平広域公園長野県松本平広域公園総合球技場長野県松本平広域公園総合球技場は長野県松本市の長野県松本平広域公園内にあるサッカー、ラグビーなどに使用されるフットボール専用スタジアムである。施設は長野県が所有し、トイーボックスが指定管理者として管理、運営を行っている。愛称は 日本アルプスにちなんだアルプスと英語で風を意味するウィンドを組み合わせた造語のアルウィン。2018年に住宅会社の株式会社サンプロが命名権を取得し、同年10月1日からサンプロアルウィンの故障を用いている。約13億円の土地収容費用、約60億円の建設費を投じて建設し、2001年5月に供用が開始された。なお、費用の内訳は、 国庫補助金が約22億円、長野県の負担金が約51億円で、施設が所在する松本市の負担金はゼロであった。また、年間の維持管理費は約80円である。2006年3月までは財団法人長野県公園公社が管理運営を行っていたが、2005年度に同財団が解散、廃止された。 2006年4月からは指定管理者制度の適用により、トイボックスが管理運営を行っている。新州スカイパークは県営松本空港の近接地にあり、周辺の建造物には高さ制限が課されている。特に滑走路の北側周端部に近く、上空は航空機が侵入するための経路となっていることから、スタンドは掘り込み式となっており、フィールドレベルは周囲より、 約10メートル低くなっている。2018年8月、長野県塩尻市に本社を置く住宅会社の株式会社サンプロが、命名権取得に名乗りを上げ、長野県との間に命名権契約を締結した。契約期間は5年間、命名権料は年間1620万円。契約内容に、名称にアルウィンという国を用いるという条項がある。ため、故障は、 サンプルアルインとなる。なお、命名権採用後は、基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用される、国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の国際試合、大会では、例外として、正式名称を使用する。国内大会、編集国際大会、編集キリンカップサッカー2007その他、編集詳細は、 長野県松本平広域公園アクセスを参照詳細は松本山が FC 公式サイトを参照。ありがとうございます。